総合進学セミナーで算数を担当しています前田と申します。はい、時計算ですね、先ほどの問題の続きです。四角2番、こんな問題ですね、午前0時から午後0時の12時間の間に、時計の単針と長針がね重なるのは何回ありますかという問題です。でただし、初めのね午前0時を除くということで、ちょうど初めは午前0時で時計のね単針と長針どっちも12のところにいますので、これはまあ1回に数えないでくださいねというふうに、条件付きです。はい、で、この問題を解いていくときにやはり基本こちらです、長針が単針に何度追いつけばいいのかということですね。ちょうど午前0時書いてみましょうか。ここでいいかな。午前0時というのは時計の長針と短針どちらも12時のところ指していますよね。こういう感じです。なので長針が短針に何度追いつけばいいのかなと言いますと、ぐるっとねちょうど一周360度追いつけば、短針に追いつくわけです。なので長針は短針に360度追いつけばよいと。まず一つ目の解き方はこっちでいってみましょう。実はこの後に別解の方があります。そして別解の方がねちょっと実はおすすめなんですが、まずはこっちからいきましょう。基本通りいきますと、長針は短針に360度追いつけばよいということですね。じゃあこの360度追いつくのに何分かかるのかなっていうのを計算していくと、360÷6-0.5、 はい、これを計算すると11分の720分、ここにまず追いつきます。で追いついたらそこはまた長針と短針が同じ位置にいますから、そこをスタートにすればまた360度追いつけば、次にまた2回目ね、2回目に重なる時が出てきますよね。それ以降一緒なんですよ。常に360度追いつけば重なる、でまた360度追いつけば重なるというふうに、11分の720分ごとに追いつくと。追いつくというか重なるですよね。重なるのが11分の720分ごとということです。ところでこの12時間というのは、何分あるのかというと、まあ、12×60 ですね。これは720分あります。この12時間の間にというのは720分の間に、11分の720分ごとに、まあ、追いつくということなので、この2つを、組み合わせて720÷11分の720、これを計算すると 720×720分の11 と、720が消えますね。で、11回重なりますよというのがまず一つ目の解き方です。まあそこまでね複雑ではないとは思うんですが、はい、720もね綺麗に消えてくれるので、まあ、いいかなとは思うんですけど、もう一つの別解の方はさらに早く解けます。はい、もう一つの解き方はちょっとねこの基本からは外れてしまうんですが、ガラッと発想を変えまして、ところでこの12時間の間に、この長針ですね、まず長針からいきましょう。この長針って時計の周りを何周回るのかなっていうのを考えます。はい、12時間で長針は12周回りますよね。1時間で1周回りますから12時間ということで、長針は12周回ります。
一方単針ですね、短い方の針はちょうど12時間でたったの1周しか回りません。単針は1周回ると。ということですね。ここでちょっと想像してほしいのは、運動会のリレーです。リレーで、まあこんなことね起こりえないんですが、運動場のトラックの周りを長身は、まあ長身くんっていうね人がいたとしたら12周ぐる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 回ります。その間に単身は、1周しか回りませんので、長身の方が単身よりも11周たくさん回ってるんですよね。言い方を変えれば単身は11周周回遅れになっているわけです。ということなので11周周回遅れということは11回後ろからタッチってされているわけですよね。なのでここで差を求めて 12-1 の11周周回遅れ、つまり11周後ろからこう追いつかれて重なっているということなので11回重なる時が来るというふうに求めることができます。なのでこれはもう 12-1 だけでいいので、とても早く解けるんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。